将棋隊、将棋隊は、幕末期の1868年、慶応四年、江戸幕府の聖夷大将軍であった、徳川義信の敬語などを目的として、渋沢聖一郎や天野八郎らによって結成された部隊。江戸幕府より、江戸市中取締りの任を受け、江戸の治安維持を行ったが、母親戦争の一環である上野戦争で、明治新政府軍に敗れて解散した。とば、 伏見の戦いの後、徳川義信は江戸城へと移っていた。1868年2月11日に新政府に対する強順の意を表し、翌12日、上野寛営寺に出居した。これに不満な爆心の本田里志三郎と、幕府陸軍長役の友門五郎が11日に激文を発し、有志へ会合を持ちかけた。翌12日、 集会場所に指定した雑子ヶ谷の首道、廟ヶ谷には、一橋やゆかりの者ら十七名が集まり、寛永寺に謹慎した徳川義信の復権や除名について話し合った。2月17日には、四谷サメヶ橋の縁の王子に場所を移し、三十名ほどで会合を行っている。同月21日に開かれた会合には、一橋家に仕える幕臣の渋沢聖一郎を、 マネータだけでなく、シミ以外にも、有志を求めたため、諸藩の藩士や旧幕府を支持する志士までもが、参加している。その結果、会合は組織へと変化し、尊能教準有志会が、結成され、人中報告、国に報いて、宙を尽くす、と共に、殺族の倒滅を記した、結成書を作成した。十三日に、浅草本願寺で行われた、結成式では、 安倍上作の発案で大義を明らかにするという意味の将棋体と命名し、改めて中継状を作成した。頭取には渋沢誠一郎、副頭取には天野八郎が投票によって選出され、本田里志三郎と伴い文五郎は漢字の任についた。天野は幕臣ではないものの胆力があり、大使の指示を受けて中心人物となった。旧幕府は、 将棋隊の存在が新政府に対する軍組織と受け取られることを恐れ、また将棋隊と治安改善を願う江戸住民に対する怪獣を兼ねて江戸市中取締りに任じ。結成の噂を聞きつけた旧幕府ゆかりの者のみならず、町人や幕と教閣も参加し、隊が千名を超える規模になった。4月3日に本願寺から関永寺へ拠点を移動している。 4月11日に江戸城が無欠会場し、徳川義信が水戸へと退去した。将棋大使は義信を戦時から下佐松戸まで護衛を行ったが、将棋大自体は関栄寺に留め置かれた。義信が水戸へ移った後も、将棋大は関栄寺漢寺を金同寺に在住する日光林王寺門関の高原入道信号を要して、 徳川将軍家霊病死後を名目に、官営寺を拠点として、江戸に残り続けた。幕臣の勝海舟は、武力衝突を懸念して、将棋隊の解散を促したが、東西軍、明治新政府軍と一戦交えようと、各地から脱藩兵が参加し、最盛期には三千から四千人規模に膨れ上がる。渋沢聖一郎は吉信が江戸を退去したため、将棋隊も江戸を退去し、 日光へ知り添くことを提案したが、天野八郎は、江戸での中東を主張したため分裂。天野派の大使の一部が、渋沢の暗殺を図ったため渋沢は、将棋隊を離脱。渋沢が一時期軟禁されたとの説がある、一時姿を隠していたが、同志と共に、反応、現、埼玉県反応市の農人寺で、新部軍結成し、独自に活動を展開した。 渋沢の離脱に伴い将棋隊は隊を再編成したが、天野は頭並みの地位に止まっている。江戸会場以降、関東地方各地で旧幕府陸軍兵士等の盗賊と化し、幕府復興を名目に放火や強盗を起こした。江戸では将棋隊の新政府への敵対姿勢が改まらず、将棋隊大使の手で新政府軍兵士への集団暴行殺害が繰り返されていた。 事態の沈静化を願った、かつ海舟ら旧幕府首脳は、将棋隊と同じく、徳川義信の敬語役をしていた、幕臣、山岡哲秀を、林王寺ぐの側、格王院議官と会談させ、将棋隊への解散勧告を行った。しかし、格王院議官は彼を裏切り者と呼び、説得に応じなかった。京都の明治新政府は、関東の騒乱の原因の一つを、 将棋隊の存在と考えた。新政府は、将棋隊に、江戸警備の任務を与え、懐柔しようとした、かつ舟ら旧幕府首脳、また、旧幕府首脳に、江戸治安を委任していた、統制軍の西郷隆盛から職務上の権限を取り上げ、将棋隊を討伐する方針を決定。京都から西郷隆盛に代わる統率者として、大村松次郎が着任した。新政府側は、 1868年5月1日に、将棋隊の江戸市中取締りの任を解くことを通告。新政府自身が将棋隊の武装解除に当たる旨を、布告した。これにより、将棋隊との衝突事件が、上野近辺で頻発。軍務局判事、県江戸府判事として、江戸に着任していた、大村増次郎の指揮で、武力討伐が決定。同14日に、将棋隊討伐の布告が出される。 1868年7月4日、慶応4年5月15日未明、大村増次郎が指揮する政府軍は、官営人帯にこもる、将棋隊を、包囲し、宇宙装攻撃を行った。午前中、新政府軍は、上野山農大に陣した関屋土範万自体の性格、極まる、激しい砲撃と、屈強な将棋隊の抵抗にあい、撃退された。 しかし正午から非善佐賀藩が保持する、射程距離が長いアームストロング砲砲撃が、山王山に着弾し始め、午後は射程と圧倒的人数に勝る、新政府軍が優勢に戦闘を進め、1日で、将棋隊を撃破、関永寺も壊滅的打撃を受けた。記録上の戦死者は、将棋隊105名、新政府軍56名と言われている。大村が立案した。 将棋隊殲滅作戦を実施するには50万両もの大金が必要だった。この調達のために、大村は米国より、軍艦、ストンウォール・ジャクソン号を購入のための資金25万両を、M 交渉役の大熊重信の部下分取り、さらに、江戸城内の徳川家の財宝を外国商人に、売り払い、最終的には新政府の会計を司る。 百合構成にかき集めさせた二十万両を合わせて、なんとか五十万両を揃えた。これにより、作戦実地に必要な重砲弾その他の物資を揃え、改戦した。渋沢誠一郎が率いる新武軍は、将棋隊の援護に赴いたが、後軍中に、将棋隊の敗北を知り、敗兵の一部と合流して退却した。逃走した、将棋隊残党の一部は、 北陸や上磐、会津方面へと逃れて、新政府軍に抗戦した。転戦を重ねて、函館戦争に参加した者もいる。将棋隊の生き残りは厳しく戦技された。主界の天野八郎は東国五数ヶ月で死亡した。死因は、肺炎とされる。江戸時代から明治時代初期にかけての牢獄は、環境が劣悪で、囚人の生存率が低かった。 改善されるのは、明治の不平等条約改正運動以降のことである。上野で戦死したことにして故郷にも帰れず、明治時代を戸籍なしで送った者もいたという。太平洋戦争終戦時に内閣総理大臣を務めた鈴木貫太郎の叔父は、将棋隊に参加した上級武士だったために生死が徹底的に調査され、全国へ指名手配された。原田佐之助は、 上野戦争で戦死したとされるが、家族に迷惑がかかるのを心配し戦死したことにしたという説もある。獄中の将棋大使が自由の身になったのは1869年、明治2年である。新政府が取った将棋大への処遇は、徳川方の初体の中で最も厳しかったと言われるが、禁止後に明治政府へと登用され、管理や重役についたものも少なくない。 小幕後の天野の10階の中に、戦闘中に隊を引き階段を駆け上がり、後ろを見たら誰もいなかったというものがある。将棋隊は、江戸市民の旧幕府への追放としての感情やいせに、立脚した集団で、新政府への対抗姿勢を示し、新政府兵士へ、集団暴行、殺傷を繰り返した存在としては、覚悟が足りず、 実際の戦闘に直面すると逃亡する者が多かったことが、1日の戦闘での崩壊となったとする説もある。江戸では、将棋隊の壊滅後、特に戦闘も起こることもなく、新政府要人が集団で移転してきた。さらに、明治天皇を迎え、元号は明治へ、町の名前も江戸から東京へと変わり、明治新政府の首都としての歴史が始まった、東京テント、 なお戦闘後、上野には200名を超える、将棋大使の意外が残った。徳川家の菩提寺であった芝増上寺や、縁故社等が引き取りを申し出たが、官はこれを入れなかったという。南千住、現、東京都荒川区の縁通寺の23世物、マロ王将と官英寺の御用商人であった、三河江光三郎がこれを見かね、戦死者を、上野で、ダビに付した上、環境を得て、 遺骨を、円通寺に埋葬した、上野公園内、将棋隊墓標の来湯。円通寺には、近親者などが墓標、相次ぎ混流。上野では1869年、明治2年、関栄自身の菅末商院と五国院の住職が、密かに、将棋対戦士の墓と刻んだ墓標地中に埋めたが、表立って、将棋体を供養することはははばかられる状況が続いた。1874年、 明治七年に、元将棋大使の小川沖木里などの癌が許可され、翌1875年、明治八年に、上野で、将棋大の墓が建立された。以降、小川家が墓盛りを務め、上野では大規模な放映が毎年営まれている。1881年、明治十四年には、旧幕臣山岡鉄州の筆になる、戦士の墓を悲鳴とする墓碑が、新たに加わった。 将棋隊を俗軍とみなす人々からの風当たりによる資金難、墓地の所有権をめぐるトラブルなどはあったものの、母新戦争における立場を超えて将棋隊士を慰霊しようという環境は次第に好転し現在に至っている。なお、上野戦争に参加した官軍側所帯である山国隊の記録では終戦の三日後から将棋隊の遺体処理を開始したとあり、また円通寺は 大村増次郎からの指示で遺体の受け入れをったとの説があるなど、戦死者の処理については記録により、異がある。将棋大使の法要は、長年、小川の志に協力した日練習が担ってきた。2017年5月15日の150回期は、増上寺や関永寺など都内五時が宗派を超えて、営んだ。2018年7月には、 将棋大子孫の会が結成された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。